30日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。4月30日生まれの方は、どんな困難な状況に陥っても決して諦めず、成功をつかんでいくことが使命として与えられています。優しく人当たりの良い方で、独特の雰囲気と世界観を持っていますが、とっつきにくいといったこともなく、いつもニコニコとおおらかな方ですので、多くの人を引きつけます。個性あふれるカリスマ性を放っていますので、本人は自覚していなくてもいつの間にか一目置かれる存在となっています。愛嬌があり甘え上手な方ですので、年齢や男女問わず可愛がられ、ミスをしても不思議と許されてしまうラッキーなタイプの方です。しかし無意識のうちに甘えすぎると、わがままな部分が顔を出してしまいますので、時には抑制することも必要です。とても優しく穏やかな性格で、争いを嫌う平和主義者でもあります。あふれる母性を持っていますので、思いやりがあり、周囲の人を優しく包み込む癒し系な一面も魅力の一つです。そばにいるとほっこりした気持ちになれるという方も少なくありません。傍から見ると無邪気で明るい方ですが、実は誰よりも頭の回転が速く、優秀な頭脳を持っています。理解力の高さから瞬時に全体を見渡し、調整役としてもまとめ役としても動けるオールマイティーな能力を持っていますので、とても頼りがいがあります。ただし、リーダーとしてまとめる才能がありながらも、繊細な方ですので自己主張が得意ではありません。根本的に意見を求められること自体が苦手ですので、いざそういう場面になると強い抵抗感を持ってしまいます。どちらかというと、人々の意見や価値観をまとめるチームの調整役が一番馴染みます。とはいえ、理論的で直感力にも優れていますので、多くの人がサポートを求めて集まります。その度に面倒見の良さが発揮されるのですが、お人よしゆえに断れなくなってしまうことがありますので、注意してください。ストレスがたまりにたまると、優しい面が影を潜め、攻撃的になってしまいます。優柔不断なイメージがつかないように、自分の意見を持ち、気持ちをはっきり伝えられるようになることが一番の課題となります。自分を解放し、リラックスできる時間を意識して持つようにすると、ストレスが抑えられます。そして知識欲がありスマートな方です。美的センスも良いので、おしゃれな印象を人に与えます。繊細さからくる感受性の豊かさは、芸術的な表現力を高めます。行動力がありますので、絵画や音楽活動にはまり、本格的に活動する人も現れそうです。とはいえ、経済観念がしっかりしていますので、活動のために生活費を削り、貧乏になるということはありません。お金の価値をよく理解していますので、現実的に考え、地に足をつけた生活を送ります。社交的な方ですので、多くの仲間に囲まれますが、本音を言うのが苦手で、落ち込むととことん一人でへこみます。あなたを支えたいという仲間はたくさんいますので、辛い時は素直に声を出せば、必ず仲間が助けてくれます。人の目を気にせず、自分の考えや気持ちに自信を持てば、多くの幸運を手にすることができます。恋愛運、人付き合いがよく知的な方ですので、多くの人から好意を寄せてもらえます。理想のタイプは同じように勤勉かな方です。好きな人ができると、相手のためならば喜んで犠牲を払い、相手が望んでいることを実現しようと努力していきます。世間的には優しい優等生タイプの方ですが、心を許した相手には毒舌家になることもあります。それは気を許した証拠なのです。恋愛では特に
天使と悪魔のような二面性が出やすくなります。あなたの話す言葉には重みがあります。言い過ぎてしまったと思った時にはすぐに素直に謝るようにしてください。結婚後は与えられた役割をしっかりこなす良き家庭人になっていきます。しかし一人で頑張りすぎずにパートナーにも弱音を伝え、二人で協力し合うことが大切です。相手に本音を伝えられるようになれば深くつながっていくことができます。仕事運、頭の回転が速く機転が利き、人当たりが柔らかい方ですので、組織の中ではとても重宝がられます。どんな仕事でもそつなくこなすことができます。どのようなこともできてしまいますので、さまざまなことをお願いされて実際に引き受けがちになります。すべてを完璧にこなそうとしますので、仕事でストレスをため込まないようにすることが必要です。多くの人を魅了する笑顔が最大の武器ですので、人と接する仕事を選ぶことで成功していきます。多くの人を笑顔にすることができる方ですので、子どもたちと関わる保育士さんや教員などを選ぶと楽しく仕事をすることができます。また芸術的センスを生まれながらに持っていますので、アーティストやデザイナーなど感性が必要とされる仕事を選ぶと多くの人に注目されていき輝くことができます。独特の感性で他とは異なる世界観を作り出すこともできます。金運、生活にはお金が必要であることを自覚している方ですが、お金儲けに手を出すようなことはありません。物事を客観的に捉え本質を見抜く才能がありますので、経済的に恵まれたパートナーを見つけていきます。また周囲の成功をサポートすることを得意としていますので、評価されていき自分の力で稼いでいく力もつけていきます。人とのご縁を大事にすることで思いがけないような収入を得られる方です。経済的に恵まれた暮らしを望むのであれば、笑顔を絶やさずに人とのご縁を一つ一つ大切にしてください。以上、4月30日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。